お気に入りのシーンを教えていただきたいと思います。藤原さんいかがでしょうか。はい、そうですね、私も本当に実際奈良や和歌山や滋賀にはよく昔から行っていたので、すごい好きな場所がいっぱいあるんですけれども、それでそういう例えば滋賀なんかで何か思い出ありますかというふうに監督に聞かれた時に、もう滋賀はやっぱり琵琶湖の竹部島の弁財天さんがもういるから、もうあれはもう絶対私めっちゃ行くんですよというような話をしていて、そしてじゃあそのセリフの中に、もう滋賀に戦いに参加するという理由の一つとして、滋賀の弁財天さん、そう弁財天さんと仲良くならなあかんもんねっていうセリフを書いていただいて、すごくそれが思い出深いですね。あとはやっぱりシーンとしてはもう川崎さんとのラブシーンというのは本当に台本を読んで本当にひっくり返ったんで、あそうか、柏庄司明さんいるねんな府知事さんここいはるよねと思いながら、まあこう振り切って、やらせていただきましたけれども、今日最後に一つ皆さんとキャストの皆さんに大阪府知事の柏庄司明さんからのメッセージがあって、本当はここでご一緒に皆様にご挨拶をすごくしたかったんですが、実は今博多座の千秋楽を迎えておりまして、今日はどうしても行くことができずに残念ですということでした。はい、はい、大阪府知事からのメッセージもいただいております。さあ、そして川崎さんいかがでしたでしょうか。そうですね、僕の場合やっぱりのりかさんとのラブシーンなんですけども、いやもう撮影現場にそこに本物の旦那さんがいらっしゃるとですよね縁かなっていう、なんかしかもこのね美女ののりかさんをここに抱きながら、なんか先週こんなことやりながらですね、はい、キザなセリフを言うわけじゃないですか。だからセリフとしたら、いやもうほんまにこれ以上綺麗になったら困ってまうなみたいな感じで、でもやっぱり役者としてちゃんとやっぱりこう腹くくって、旦那がここにいてもラブシーンはしなきゃいけないと思って、遠慮なくさせていただいたところがやっぱりちょっとこう自分の中でも気に入ったシーンですね。でやっぱりその後にやっぱり本当の旦那さんにめちゃめちゃ気遣いまして、お食事どうですかというふうにちょっと一緒に3人で町中華食べに行きましたけど。あ、そうなんですか。もう臭い中ということで餃子を食べに行きました。はい、ありがとうございます。のりかさんその辺は大丈夫だったんですか。はい、シーンの。あ、シーンですか。そうですね、もう役者なのでお互いをこうリスペクトしてすごく楽しんでさせていただきました。はい、ありがとうございます。しかもその後に愛之助さんちょっと仲良くなって、ええ、のりかさん抜きで3軒ぐらい飲みに来ました。おお、その後、はあ、愛之助さん僕のこと嫌いじゃないんだよかったです、ね、よかったです。はい、もう行きますよ。はい、じゃあこちらお声掛けください。はい、じゃあこちらに目線ください。今手挙げてる、うん、手挙げてるとこ。はい、こちらに目線ください。徐々に真ん中の方に目線いきます、はい、あ、監督から手が疲れてるよって、頑張って、みんな飛び出してきたのポーズ、もうちょっと元気よくお願いします。ありがとうございます。で真ん中の方でいきますね。どんどんいきます。どんどんお声掛けください。ちなみさんどんどんお声掛けください。お声ください。はい、じゃあ真ん中いきます。真ん中いきます。真ん中